サーレポル州はアフガニスタン北部の州である。石油を産出する。サレポル州と表記されることもある。州とはサレプル。サーレポル州の面積は16,386平方キロメートル。総人口は約53万人。人口密度は32人平方キロである。日本の岩手県より少し広い州であり、中山間地と高山が8割を占める。 山合の州である。サーレポル州の南部にはヒンドゥクシュ山脈の尾根の一つがあり、最も高い部分は標高3000メートルを超える。斜面には高地が広がっており、特に州東部は尾根が南に下がっているので、標高1000メートル前後の広い高地がある。山脈からはいく筋もの川が流れてきて谷を降り、所々にオアシスを作って北に流れていく。 それらの河川は、州とサレポルのあたりで集まって一つになり、サフィード川となって北西に流れていく。高地の先には、トルクメニスタンのカラクム砂漠から続く広大な砂漠があるが、高地を抜ける前に宗教になる。1988年4月、バルフ州やジョーズジャーン州、サマンガーン州を分割して、サーレポル州が作られた。2004年10月、 1> 第1回の大統領選挙が実施され、サーレポル州では、ラシット・ドスタムが最多得票を得た。2009年8月、第2回の大統領選挙が実施され、サーレポル州ではドスタムが応援するハーミド・カルザイ大統領が最多得票を得た。2011年12月、中国石油天然理集団は、サーレポル州などで、 石油開発を始めたが、ドストム派は分け前を要求しているという。2012年12月、イサフ軍はサヤド軍以外の治安権限をアフガニスタン軍に移譲した。2014年4月、第3回の大統領選挙が実施され、サーレポル州ではアブドラ・アブドラ元外相が最多得票を得た。2015年7月、ターリバーンが 軍の一つを攻撃したが、戦意に劣る警察は10日戦っただけで降伏し、数百人見た守備隊も逃亡したという。2021年2月のパジェワックアフガニュースの電話調査によると、ターリバーンはコイスタナット軍の中心都市を支配しているという。8月8日、ターリバーンは州都サレップルを攻撃し、州知事公邸や警察本部、 国家保安局の施設を占領した。アフガニスタン軍は州都の陸軍基地やボーコップ軍に撤退して戦っている。サーレポル州の軍一四六軍を要する。サーレポル州は農業が盛んで農業収入が家計収入の大半を占めている。小麦と大麦の生産量は平均的だが全国的に見て特産と呼べるようなものはない。 アフガニスタン北西部の地底にはトルクメニスタンから数百キロ続く広大なアムダリア大石盆地があり、天然ガスや石油が埋まっている。冷戦時代、アフガニスタンでも他の産油国と同じように資源開発が始まり、サーレポル州ではアンゴット油田やカシカリ油田、アークダリア油田、バーザールカミー油田などの有望な油田が見つかった。サーレポル州の北隣にある ジョーズジャン州では3つの有望ながスでが発見され、東隣のファーリーアーブ州でも油田が見つかり、この地域の6大油田の推定埋蔵量は8800万バレルに達した。しかしその後の内戦で生産量はほぼゼロになり、新規開発も行われなくなった。8700万バレルの石油が20年以上も未採掘のまま残っていた。 アフガニスタン北西部の資源開発が再開したのは2010年代に入ってからである。2011年12月、中国石油天然技集団がサーレポル州などで石油生産を始めた。なおサーレポル州にはこの他にバルクハーブ銅山がある。サーレポル州で最も人口が多いのはウズベク人とパシュトゥン人、ハザーラ人だと言われている。その他にはアラブ人。 多軸人が続き、口族やアイマーク人などの遊牧民もいる。サーレポルシーの主要言語はダリー語であり、ウズベク語が続く。識字率は9%である。ありがとうございます。